こんにちは、付録レビューチャンネルです。今回は6月10日発売のスイート7月号を開封レビューします。スイート7月号の特別付録はジル・スチュアートハーフムーン系2つ折りウォレット。ジル・スチュアートのハーフムーン系の2つ折り財布。傷や擦れなどのない綺麗な状態で入っていました。後ろ側、スモーキーピンクの合皮の素材感が綺麗です。周囲の縫い目も揃っていて、付録っぽさを感じないクオリティ。外側は合皮素材。表面はソフトな肌触りで快適な使い心地。ジル・スチュアートのゴールドのロゴプレートは立体感があります。プレートにも傷などはありませんでした。サイドから見た厚みはこれくらい。このサイズの2つ折り財布としては使いやすい、ちょうどいい厚さです。ロゴプレートがついている側は、スナップボタンを開けるとこんな感じ。こちら側は内生地も合皮です。この部分にはカードポケット6枚分とお札入れがあります。一番手前のカードポケットの裏側にはスナップボタンを留めた金具がありますが、特にぶつかったりせずスムーズにカードの出し入れができました。ファスナー側は上から見るとこれくらい開きます。サイドが蛇腹状になっていますが、使用していると毎回ではありませんが、蛇腹の外側に小銭が出てしまっていることがありました。ファスナーとの隙間にちょうど挟まっている状態。中はポリエステル生地。カードポケットが2つと小銭用のスペースがあります。特に大きく開くタイプではありませんが、内側も外側と同じ明るめのカラーで中身は見やすいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。